ノンラーノンラーとは、ベトナム全土で用いられる、円錐形のラタニアのこの葉でできた帽子、ベトナム人の伝統的な墓のことである。現地では、ノンと呼ばれることも多い。NN は、傘、ラは、葉の意味。男性用と女性用があり、一般的に平らなノンラーが女性用である。日よけの役割が最大の用途であるが、多少の雨を避けるのにも円錐形の形状が、 役立っている。ベトナム全土で生産されるが、最も著名な産地は、中部のことフエである。フエのノンラーは、品質が良いことで知られ、透かし模様や、刺繍入りの美しいノンラーを作る技術を持つ職人が多いとされる。フエの市街地とその東方の南シナ海岸との間に、広がる田園地帯には、ノンラーで生計を立てている人々が居住する村落も、点在する。 北部のハノイ郊外では、ハータイ象徴村が有名である。ノンラーの中で特に美しいとされているのが、フエの特産ノンバイ島である。一見普通のノンラーだが、光にかざすと、フエの情景や死が浮かび上がるように作られたもので、2層になった葉の間に切り絵された型紙を挟んで作る伝統工芸品である。ノンラーは、黒い農民服とともに、 ベトナム戦争時の南ベトナム解放民族戦線のイメージとして描かれることが多い。ゲリラ兵であり、正規軍ではないベトコンの服装が、ベトナム戦争当時の一般的なベトナム人農民や市民とほとんど変わらない格好であったことから、ノンラーがわかりやすい、ベトコンの服装スタイルの一種として定着したと言われている。また、アメリカ映画で、 ベトナム戦争を扱った映画に登場するベトコンも、ノンラーと、農民服という服装であることが多い。だが実際には、必ずしもベトコンが、ノンラーを被っていたわけではない。ありがとうございます。